西鉄323型電車は、かつて西日本鉄道が所有していた、路面電車路線である、北方線で使用されていた電車、バスの候補を取り入れた、軽量車体を有し、独特の外見が特徴であった。この項目では、路線廃止後に、土佐電気鉄道へ譲渡され300型に、形式変更されて、以降の経歴についても触れる。 特徴的な全面形状馬車鉄道として開通し、1920年に電化を含む改良工事が実施されて、以降、北方線の主力は小型の二軸車であった。第二次世界大戦後の混乱期には急増する乗客に対応するべく、初の大型ボギー車である321型が2両製造されるも、以降は輸送量の低迷や、 西鉄側の経営面の動向不安などから、電車の増備そのものが見送られていた。だが、1950年代以降沿線の開発が進み、利用客が増加してきたことから、老朽化した二軸車の置き換え用として新たなボギー車両を導入することが決定した。これが323型である。車体の構造には、当時廃止、縮小が進んでいた日本各地の路面電車で、 製造コスト削減を目的に導入が実施されていたバスの車体構造を採用した軽量車体の工法が導入されており、線路は321型と同等ながら、一方、北方線の道路幅や機関の狭さも相まって卵型とも呼ばれる丸みを帯びた車体、コルゲート加工が施された側面、絞り込まれた前面を有する独特の形状となった。 また製造コスト削減のため、台車は東洋工機が中古品として所有していた、木並車両製のブリル 76E 型台車のデッドコピー品が再利用された。1956年から営業運転に導入されたが、さらなる輸送力増強のため以降の増備は連接車の331型によって行われることとなり、323型は初年度に製造された2両のみに止まった。 製造を当初の終電装置はビューゲルだったが、後にパンタグラフに交換された。本線角である北九州線とは異なり、北方線はワンマン運転が実施されず、323型についてもワンマン対応工事は行われないまま1980年11月2日の廃止を迎えることとなった。北方線の廃止後、324は高知県で、 路面電車路線を運営していた土佐電気鉄道へ譲渡され、塗装変更など最小限の改造を行った上で1981年から土佐電気鉄道300系電車として営業運転を開始した。だが、ワンマン運転への対応工事はなされず、乗降扉も手動扉のままであったことから、花電車などのイベント用の運用が主体となっていった。そのため、 1985年8月からは、イベント用車両、カラオケ電車として使用されることとなり、夏場は、ビアホール電車としても運用された。転用にあたり、車内のロングシートの間に、テーブルが設置され、座席に、座布団を設置するなど、応接室をイメージした内装に、改造されたほか、塗装元さ電気鉄道の標準色から変更された。それ以降も、 各種更新工事が施されたものの特徴的な全面構造や手動扉をはじめとした原型はそのまま保たれた。そして2007年3月に新たなイベント用車両として冷房装置が備わったお客電車が登場したことを機に運用から離脱し同年5月に再度廃車となった。その後は土佐電気鉄道の三橋車庫で留置されていたが2008年2月に 北九州線車両保存会に引き渡され、筑前三回機構内で塗装の復元をはじめとした修復工事が実施された。二千十二年七月十二日からは、菓子科園に設けられたレトロ電車パークで六百0六百二十一とともに生体保存されている。もう一両の三百二十三についても路線廃止後に伊東図遊園で保存されたが、2019年の時点で、 解体されており現存しない。そのため、2019年現在324は、北方線に在籍していた、路面電車車両唯一の残存車となっている、土佐電気鉄道300系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。